はい、今日の札幌駅前は大きな荷物を持った方の姿も見受けられましたね。久々に道外から札幌に戻ってきたという方は、札幌ってこんなに暑かったっけって感じたかもしれませんね。いや、今日は日中 32.3 度まで気温が上がりましたし、今もまだ 29.9 度、ようやく30度下回ったところなんですよね。はい、ただ札幌以外の地域でも今日暑くなりました。各地の最高気温見ていきます。今日は35度以上の猛暑日になった地点はなくて、道内2日連続の猛暑日ということにはなりませんでした。まあ、ただそれでも各地気温上がりまして、98地点で30度以上の真夏日ということになりました。はい、一番高かったのが富良野の 33.9 度、札幌は 32.3 度で、昨日よりも1度くらい高くなりました。ではこの土日天気はどうなっていくのか、土日の天気のポイントをお伝えする空ナビを見ていきます。こちらです。まず土曜日、広く曇りの天気になりそうです。札幌など蒸し暑さ続くところも多くなりそうですね。そして一方で日曜日、雨が降るところも出てきそうです。まず札幌圏の明日の予報から見ていきたいと思います。こちらの大通公園2丁目では今北海盆踊りが行われています。皆さん浴衣姿の方もいらして、とても素敵ですね。いや、本当に賑わってますよ ね。では明日の札幌圏の予報見ていきましょう。強い日差しが照りつけそうです。最高気温各地で33度、昨日今日よりもさらに暑くなりそうですね。外出するときは日傘や帽子、そして日陰を選んで歩くなど、熱中症には厳重に警戒をしてください。では今の道南江差の様子見ていきたいと思います。空が柔らかいオレンジ色に包まれていますね。この後、もう日は沈んだ後ということですね。はい、つい先ほど沈みましたね。今日日の入り46分でした。はい、では南西部の予報から見ていきたいと思います。札幌や小樽では日中晴れ間がありそうですが、その他の地域では曇りの時間が長くなりそうです。函館など道南方面では夜の時間帯に雨が降り出すでしょう。帰りが遅くなる方は雨具を持って出かけるようにしてください。続いて北部です。稚内や名寄、旭川では雲の多い一日になりそうです。その他の地域では日中晴れ間があるでしょう。稚内では明日も最高気温19度くらい、日中10メートル程度の風が吹きますので、1枚羽織るものがあった方が良さそうです。東部の予報見ていきます。各地おおむね曇りの天気になりそうです。根室や浦河の周辺では夜遅くに雨が降るでしょう。今日よりも大幅に気温が下がる地域もありますので、体調管理ご注意ください。今の留萌の様子見ていきたいと思います。ゴールデンビーチにはたくさんのテントがこの時間も並んでいますね。この後留萌お天気は大丈夫そうですか？そうですね、はい、留萌は大丈夫そうです。はい、では気温見ていきたいと思うんですが、赤い枠が30度以上の予想、そして青い枠が20度以下の予想となっています。ところによって大幅に気温違いますね。そうなんですよね。札幌、岩見沢、小樽、倶知安、江差では明日も30度以上、暑い日が続きそうです。そして一方で根室ですとか中標津、今日と比べると10度以上気温が低くなります。9月下旬並みの予想です。服装選びには気をつけてください。そしてこの先、全国的に台風も心配になってきますね。はい、では台風7号の情報を見ていきたいと思います。非常に強い台風7号、今日午後6時には父島の北東にあって、北北西にゆっくり進んでいるものとみられます。今後来週火曜日にかけて東海地方や近畿地方に上陸の恐れがあります。帰省や旅行を計画されている方は運行状況を確認するようにしてください。北海道への影響は進路次第ということにはなるんですが、来週の半ば以降に出てくる可能性があります。ではその先のお天気も含めまして、週間予報道内のものを見ていきたいと思います。黄色い枠がついているところが30度以上の予想です。札幌では月曜日以降30度を下回りそうなんですが、それでも蒸し暑い日が続くでしょう。あさって日曜日は道央では曇りになりそうですが、室蘭や函館では雨が降ったりやんだりの天気になりそうです。そして木曜日には広い範囲で雨の予想で、台風の影響が出るかもしれません。続いて北部と東部です。あさって日曜日は帯広や釧路では朝の時間帯を中心に雨が降るでしょう。来週に入ってからも雲の多い天気が続いて、木曜日頃には広く雨が降りそうです。台風の影響出るかもしれませんね。気温は30度を下回る日が多くはなりますが、来週の半ばには旭川、網走、そして帯広でまた真夏日戻ってきそうです。はい、帯広では最高気温20度台前半という日が多くはなるんですけれども、ただ来週の金曜日、35度の猛暑日の予想になっています。まだまだ暑くなります。日差しもこの必要いんですね。はい、気温差大きくなりますので、体調管理注意が必要ですね。
ではこの先のお天気、全国のものを見ていきますが、旅行やそれから帰省で気になる方も非常に多いですよね。はい、黄色い枠がついているところが台風の影響が出る恐れのある日ですね。交通の影響が出る恐れのある日です。東京、名古屋、大阪では月曜から水曜日ごろまで交通に影響が出そうです。そして明日の名古屋、39度の予想になっています。厳しい暑さ、十分に注意してください。そして道内では明日オホーツク海側でぐっと気温が下がりますので、服装選びも注意してください。